おさん、神田正則さんにしましょうか。神田正則さんってね、もう、非常試験成功法則だったりとかも、う結構20年以上前かな。まあ、あと、ダイレクトレスポンスマーケティングを日本に持ってきたみたいなね。神田正則、結構有名な人なんですよ、ね。今の若い子はちょっと知らない人もいるかもしれないですけど、神田正則さんが、あの、ちょっと対談をしている動画が2年前ぐらいにありまして、そこで言ってたのが、この先どうなりますかと。まあ、鴨頭さんと対談してたんですけど、 この先どうなりますかと。2025年問題。この世界がどうなってるみたいな。神田さんはどう思いますかみたいな。まあ神田さんが一言はね。いや、別に稼ごうと思ってる人は稼げますよと。まあほとんどの人は稼ごうと思ってないんですよね。みたいな。<laughs> 終了っすよね。変わりたいと思う人は変われるし、変わりたくない,いければ変わらないっていうね。まあ、すごくシンプルにね、極論にまとめてて。 まあそれで話を終わるともう数秒で終わっちゃうから、まあ、膨らましてましたけど、なんかね、セルフバックとかに関しても、あの、お金落ちてるわけですよ。だから、お金落ちてるものを拾うか拾わないか、ただそれだけなんですよ。拾おうとする人は拾うし、拾わない人は拾わないんですよ。それだけです。うん、本当に。だからかか、神田さんで言うならば、稼ごうとする人は稼ぐし、稼ごうとしない人は稼がない。で、神田さんの、その、 みんな稼ごうとしないですよね。みたいな <laughs> 神田さんも長いですからね、歴。何十年もやってますから、いろんなお客さんに対応しててねあの、いろんな人の行動を見てるわけですから、まあ、そういう言葉になったんだろうなと思いますけど、やっぱね、稼ぎたいと思ってるけど、思ってないんですよね。なですかね、これ、まあ、うまく言葉に、うん、ならないですけど、まあでもね、お金を拾うか拾わないか、稼ぐか稼がないかっていう、本当に極論を言うとシンプルです。 やっぱね、極限じゃないんですよ。お金を稼がなかったとしても、お金を拾わなかったとしても、やっぱね、飯食えるんで。で、僕がやれる理由っていうのは、まあ、ドリームアカデミアの究極のマインドセットでも言いましたけど、言ってるんですけど、やっぱその曲ですよね。曲、極地というか、うーん、食わなきゃ死ぬみたいな話なんですよ。極地、もうすごい極論ですよ。食わなきゃ死ぬっていう状態で食うでしょ。でも、食わなくても、 死なないという状況だったら食わないという選択ができるんですよ。目の前にパンが置いてあります。でも自分の状態は食わなくても腹いっぱいで食っても食わなくてもどちらでもいいっていう2つの2極の選択があったら食わないっていう選択もできるわけですよ。でも食わなきゃ死ぬという状況だったらもう食うしかないという選択しかないんですね。それだけですね。で僕の場合は商品売らないと飯食っていけない。 わけなんで商品売り続けるし、やり続けるんですよ。でもサラリーマンの人とかは別に副業やんなくてもネットビジネスやらなくてもある一定の生活は担保されてて、飯に飯は食えるわけですよ。だからまあやらないですね。まあ、そういうことです。いってらっしゃい。